アブーマルワーン、アブドルマーリクイブンアビルアライブン、ツーフルは、ラテン語名アベンゾアルで知られた、アラブ人の外科医師であり、詩人であった。彼は、アンダルシアのセビリアに生まれ、イブントゥーファイル、イブンルシュドと同時大臣であり、最も尊敬された医師であった。彼は医学において経験的なエビデンスに重点を置いていることで知られていた。彼の著作、 治療と食事療法に関する勘弁の書は、ヘブライ語とラテン語に翻訳され、手術の進歩に影響を与えた。特に、医学のより合理的で経験的な根拠に重点を置いていることで知られていた。またいくつかの疾病と、その治療法を特定することによって、外科や医薬の知識の改善させた。イブンズフルはヤギを用いて、初めて気管切開の実験を行った。 彼はまたいせを薬品として最も早く記述したと考えられている。イブンズフルは1 9 9 4年セビリアでアラブのイヤド族の一員であったバヌーズール家に生まれた。この一家は10世紀初頭から6世代にわたって医師を排出した。イブンズフルは中世のムスリムの習慣と同様に宗教と文学を学ぶことから始まった。彼は後に父親のアブルアラーズフルから医学を学んだ。 イブンツフルの言うところによれば、若年時に父は、ガレノスとヒッポクラテスの作品を教え、ヒッポクラテスの誓いを誓うように言った。村アビト町の旧定位としての経歴を始めたが、何らかの理由によって支配者、アリー,ー・ビン・ユース・フビン・ター・シュフィーンの行為を失い、セビリアから逃れた。しかし、彼は逮捕され、1140年にマラケシュで投獄された。 この経験は彼に深い恨みを残した。あとに1147年、ムワヒド長がセビリアを征服した時に彼は戻り、医療に専念した。1162年セビリアにて没。レオアフリカヌスに売れば彼は、イブンリュシドの講義を聞き、自然学を学んだ。彼は、ガレノスの崇拝者であり、先生術師の迷信的な治療法に強く反対した。これは、 村人町の王子イブラヒーム・ユース・フイブン・タ・シュフィーンのために書かれた一般的治療法の論文であった。ここで様々な病気、治療法、衛生の要約であり、化粧や体の美しさに関するアドバイスが書かれている。また大きな鼻、唇、ラングイバなど、後天的な特徴を成形する形成外科学手術を推奨した。その名が示す通り、 健康的生活のための指針を含む食品と養生法に関する手引き書きである。イブンズ・フルは彼の村人町の支配者、アブドゥルムーミンの監獄から釈放された直後にこれを書いた。この書にはパン、肉、飲料、果物、菓子類など様々な種類の料理や食品の分類がされている。イブンズ・フルが肉について語るときはガゼルやライオン、 ヘビなどといった珍しい動物の肉についても言及し、味、有用性、消化性などに基づいて分類している。彼はまた一年各季節に応じた特定の食べ物を勧めている。例えば、冬には消化が促されるために食物の量を増やす必要があり、また気温が低く湿度が高いので、食物は暖かくし乾燥しているものが良いとする。おそらく、 イブンズ・フルノ氏の前の最後の書であり、序論で述べられたように、この書はイブン・リュシュドの依頼で、医学全般を詳細に述べた彼の、医学大全の敏乱として機能するように執筆された。この二つの書は、ヘブライ語とラテン語に翻訳され、かつは一冊本として印刷されたために18世紀後半まで人気があった。30章からなり、 頭から始まり、病気の臨床的説明と診断を記載する。イブンズ・フルは、食道癌、胃癌、重角癌や、その他の病変を正確な説明を提供した。彼は、胃癌患者が生存するために感情を施すことを提案した。彼はまた、中耳炎や、心膜炎などの炎症について、病理学的な説明を行った、最初の人物である。イブンズ・フルは、 海鮮谷の証拠を最も早く記録した一人として知られており、微生物学の科学的発展に貢献した。この書にこのように記されている。で、足首、足の下にム虫のような白身がおり、それらのいる領域にヒリヒリする痛みを与える。そこの皮膚を取り除いてみると、様々な部分からほとんど見えないくらいの極めて小さい生き物が現れてくる。おそらく、 イブンツフルの最大の医学の貢献は動物実験を導入することによる実験方法の応用であろう。彼は人間に効果があるかどうか知るためにその前に動物に処置を行ったことが知られている。最も注目に値するのは当時論争の的であった気管切開の外科手術に対する彼の承認と推奨であった。この論争を整理するために彼は ヤギで行った次の医学的実験を説明した。それらの意見を読んだ時、気管切開を実践する以前に、ヤギの皮膚とその下の皮膜を切開し、配管を切除した。私は、ティルミサよりも小さい領域の配管の物体を完全に切り取った。その後、私はエルまで水と蜂蜜で傷を洗い続け、傷は完全に回復してその後も長く生き続けた。イブンウサイビアは、 イブンツフルのこれらの書について記述している。ユダヤ人思想家であり、医師であったマイモニデスは、イブンツフルを称賛し、その時代で得意で、偉大なる賢者の一人と表現し、頻繁に医学書で、彼から引用している。イブンリュシュドも、彼をガレノス以来の最高の医師だと称えた。イブンツフルの娘と孫娘も参加に特化した医師となった。ありがとうございます。